ネメラジオということで、はい、小麦とQです。はい、がネメラジオをやっていきたいと思います。はい、やったー帰ってきたぞ帰ってきましたね。帰ってきたね。いやーなんか寒いですね最近。寒い、寒いし、もう舌も痛い。あの舌噛んでんすよ最近。やばいよ。やばいよね。どうなってんの今舌は。舌はもう血だらけ。いやしかも今日じゃないんでしょ噛んだの。今日じゃないねんなそれまた。それ3日前とかやね。やば。それで血の味すんの？いやもうまあそんなんは置いといてですよ。キューちゃん置いときましょう。そういうの置いといて、あのセカンドライブ、はい、どうですか、ね、ラストですよ。やばいよ意気込みね。意気込み、じゃあ一人ずつずっと言っていこうや。う、ね、セカンドライブはやっぱりその、ね、ファーストライブよりかもっと全力でいきたいなと思ってて、まあ最後っていうのもあるけど、どう頑張ろうかな。なんかまあいやバク転とかしようかなすごいダイナミックえでも首とか割れたら嫌からやめます。まあでもとりあえずまあそれぐらい頑張ります。そう、ね、なんか全力で、うん、全力ね、体を動かして、はいはい、でまあ僕の意気込みはね、まあやっぱり解散ライブになっちゃうんだけど、うん、やっぱり解散ライブとはいえメンバー一人一人のスタートラインになるわけだから、うん、やっぱり全部楽しんでいきたいのと、結構大きな節目じゃん、まあ、個人に移ったりグループ続けていく人分かれるから、うん、いいスタート切れるように楽しい思い出、いい思い出作れるように僕も全力出したいかな。わーすごい、なんかもう詰まってるねヤジで。いやいやなんか俺となんか違ってさ、俺全力で行くぜみたいな言ってんのにさマジですごいわ。そんなことないよ。いやマジすげえいいやつかよ。いいやつだぜ。いい先輩、ババババババ、いい先輩だということで、まあ意気込みもね、はい、まあ言いましたし、はい、まあ早速ですが、うん、はい、お便りをちょっと読んでいきたいと思います。読んでいきたいと思います。いやーこういうのはね、ちょっともう久しぶりで慣れてないんですけど、うん、本当まあね、うん、まずは皆さん送っていただきありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ早速読んでいきます。そうね、ちょっと待ってな、決めてないんかった、ごめんなさい大丈夫、はい、カットはいくらでも。よっしゃ、ここカット部分な、はい、よっしゃ、選ぼう。ケイちゃん選んどいて、その間、うんうん、これのあったわ、うん、いきます。ラジオネーム、なぎせさん、はい、からいただいたお便りなんですけど、メンバーの皆さんはプライベートで本名で呼び合ってますか、それとも活動名ということで確かにこれ、ね、気になるところかもね。うん、そうか、ちょうどそうか。いや案外、いや意外とこれなんか本名とかは呼ばへんねんな、うん、呼ばないね、呼ばないね、全然新幹線の中とかでQちゃんとか呼んだり、そう、ね、ソーちゃんって呼んだりするマジで。リスナーさんの方がね周りにいたらえってなる感じのレベルで、レベルで普通に言ってるね、言ってると思う、うん、しかもなんならでっかい声でおいソーちゃん言ってそうそうバレバレです、全然言うからだってソーちゃんとかやったら多分、うん、全然バレへんと思うんだけど、キュウちゃんとかまで行くとちょっとバレちゃうかなみたいな。いないからね、割と丸出しで言ってますねこれに関しては、うん、包み隠さず、そう動画内の味だね、うん、そうそうそう、うん、活動名のまま、まあ、言ってるかな、ね、うん、いやでもこんな言い過ぎるとバレちゃうからまあまあまあそうだよ抑え気味で抑え気味でいきますか、うん。なぎせさんの、ね、はい、最近始めたことと言いまして、うん、まだ中1のくせに、体力がなさすぎて運動ができなくなりました、うん、最近は体力を取り戻すために週1でボルダリングをしてますとは言って本当に体力がなくなってきたので2時間ぐらいで終わってしまいますが。なるほど、これすごい、普通にすごいよ。いやそうだよ、2時間でしょ、せやで2時間って相当、だってスポーツクラブ通ってもさ結構ねえ、うん、1時間とかで終わるところもあるじゃん。うん、しかもボルダリングでしょ、めちゃくちゃカロリー消費がえぐいじゃん、すげえよしかも伸びしろあるで、11ですよ、お若い。で、あ、いや逆にでも動けんじゃないの、めっちゃ。でも2時間は分からへんけどさ、ね、そうか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 、うん、でもね、でも僕たちから比べたら2時間ってね相当長い長いと思う、普通に長い、相当長い、すごい。
マジすげえ。いやー頑張ってもらいたいね、これからも。いやこれは続けていただきたいですね、うん、ボルダリングなかなか個性になる、うんうん、しかもいい趣味、うん、ボルダリングっていうのは、ね、いいですね。そうね、ぎゅーちゃんいいのありますかね。ラジオネームハルミンミンゼミさんからいただきました、はいはい、2月といえばバレンタインの日がありますが、メンバーは、はい、メンバーの方々は今までどのくらいチョコをもらったことがありますか。あと少しの活動期間全力で応援し続けていきますってことで、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。そうですよ、もうすぐバレンタイン。はい、そうです ね、ってことはあと2週間ぐらいかな、2週間ぐらい。バレンタインの数チョコ聞く、それ僕が選んだんだけどチョコね、これは友達チョコとかも入れていいんだよね。あまあそうじゃないかなとりあえずもらったらカウントしていていいんじゃないかそうね僕はですねはいはい、これマジ奇跡かも、奇跡かも、僕がもらった数、はい、9です。あマジです、マジですごいや、最大はそれぐらい、友達友チョコが多いけどはいはいはい、ね、さあこれ最大の数ってことな、なんか最大じゃないかな、今までどのくらいもらったことがありますか、最大なのかな、かまあ最大の方がいいのか、どうやろうな、俺も数えたことないけどなそうね、あんまり別に、うーんどれぐらいやろう、俺は8とかかな多分。ああ8ね、いや、うん、でも結構もらうよね、友チョコとか、友チョコ多いとなんかちょっと悲しい気持ちになるけどでもね、バレンタインは嬉しいですね、チョコもらったら。せやな、まあ、うん、全然、いや、その中に本命もいたかもしれんけどな、もちろん、うん、いやそうだよ、隠れ本命がいたかもしれない、いや、いたかもしれへんけどわかんないけど、うん、大体はなんか仲いい人とかにもらったりして、そうやな、嬉しいよな、今年もらえるかな、うん、今年は、せやな、俺はどうやろうな、分からへんな僕はどうだろうな、もらえたら嬉しいな。で、次、このね、ハルミンミンゼミさんの最近始めた言葉なんですけど、うん、シールを集めてコラージュを始めました、100均のものでできる趣味なのでおすすめです、メメントリーのメンバーをイメージしたコラージュも作りましたってことで、コラージュ、はい、おしゃれ、なんかあれだよね、画像を組み合わせて、ああれみたいな、なんていうのなんかあの、わかんで、言いたいことわかんねんけど、一つの素材を切り取って、なんか一つのものに、ね、はいはいはい、合わせておしゃれにするみたいな、あーはいはいはい、そういうありますね、そうだと思うんだけど、コラージュってね、結構やってる方ね、 TikTok とか僕は見るんだけど、ね、めちゃくちゃ綺麗だし、やってみたいなとか思ってたんだけど、まさかリスナーさんの中にコラージュめちゃめちゃむずいんちゃうの。いやむず、だって器用じゃないとできないよ多分。ですよな。そうだよ、僕なんて無理無理無理。キュウちゃんギリいけそうじゃない、なんかめっちゃ偏見やけど、ピアノはできそうなんか、え、僕ドレミもわかんないマジで、ああ分かる、分かるかもしれない。いやドレミ、ドレミはまあ頑張ったらいけるきっと誰でも頑張ったら、初心者かもね、練習したらいけそうって感じかな。でも僕多分コラージュとか始めたらあれだな、一気に、だって人とか人物とか切り抜いてたら勝手に首切っちゃってそうだもん、首ボッ、お前怖、お前めちゃくちゃ怖いこと言うそれでさ、そうなったら怖いもん、怖い。いやコラージュ作れる人はほんまにすごいね。ねえ、でも最近始めたことやからね、これ、ね、これからも続けていただきたいですね、うんうんうん、これは僕たちのメンバーのも作ってくださってるってことでありがとうございます。せやで、ありがとう、嬉しい、ラジオネームがつむさん、はい、皆さんに質問です。1日にどれぐらいゲームをしてますかっていう質問です。ゲームね、やっぱゲーム実況者ですから。せやな、でもキューちゃんとかさ、なんか案外ゲームしてないイメージがあるけど、そう、ね、僕は結構、まあ、部活の時しかやんないイメージかもしれないんだけど、うん、意外とねオープンワールドのゲームとか好きで、はいはいはい、のんびりできるから結構そういうのは、例えば動物の森とか、そう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 、動物の森とかもそうだし、うん、分かる人もいるかもしれないんだけど、原神っていうゲームとか、あーはいはい、有名ですね、やってますね、そういうのは。どれぐらいですか、時間で言ったら。1日3、4時間ぐらいやってるんじゃないかなあ、まあまあやんねんな、結構やる、案外やりますね。そう、コムさんは。俺は最大時間で言ったら、うんうん、ほんまに休みとかやったら俺24時間やったことある。やば、24時間冗談抜きでやったことある。寝てください健康に。僕案外いつもゲームやらんときやらん
ねんけど、うんうん、その結構中毒体質あって、うんうんうん、これ勝ちたいってなったら勝つまでやっちゃうみたいな。あ、なるほど。がって結構メリハリもはっきりしてんのかな。そうそうそう、やらんときはもう1年やらんみたいなやるときはもうオールでやるみたいなえ、例えばどんなゲームするの？例えばまあそのまあ有名どころで言ったらエーペックスとか最近で言ったら、はいはいはい、なんかそういう系のゲームをやってて、うん、得意そう。うまいもん絶対。まあぼちぼちやねある程度ちゃうかな。なんかツイッターとかでも特に言ってないんですけど、うん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 、まあまあそこら辺に入りしとるぐらいじゃないかなっていう。今思い出したけど、この間結構前に見たけどめっちゃうまいですよ、うん、皆さん。コムさんめちゃくちゃうまいですって僕は見たことがあるいやいつ見た？いや結構前に見た見た。あれだいぶ前やろ、ね、そうそう。その時よりかはうまい。めちゃくちゃ下手なんですけどまあまああんませえへんもんな、そういうゲームは、うん、でこの人の最近始めたことはなんか Apex、実況者さんのカスタムマッチに参加するために Apex 始めました、うん、そのさっき言ってた Apex ですね、うんうんうん、で全然操作など覚えきれないですが何か上達、上手くなるためのコツとかありますかっていう。まあこれちょうどいいですね。なるほどね。これはね、まあ、Apex ね。そうコムさんがよく知ってるよ。いや知ってるけどそのなんか俺が言うていいのかなっていう。いやいやいや、ありますけどね、俺そんなそこまで上手ないし。いや僕からしたらめちゃくちゃ上手いけど。まあ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 、聞いてくれてるからね。まあせやな、せっかくなんで、うん、そうそうそう、まあ、答えたいと思います。まあ、まずその射撃訓練場というのがあります。聞いたことある。そうそう、そこをねお友達を呼びます。おそこで1対1で戦ってください。あーなるほど。 それで上手くなります。これ僕のためのアドバイスにもなるななんでやねん。そうだもん、でも一人じゃなくてね複数人でやった方が。そうそう、みんなで楽しくやった方がやっぱり伸びしろがあるかなと思います。ちなみに僕からのアドバイスはやっぱりあの銃の狙うさ十字みたいなのがあるじゃん。あるな。敵にあったらそれを敵に合わせることかな。当然です当然でした。まあまあね、僕はできないから。まあ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 、まあ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 、こういう質問はまあぜひともたくぱんさんにしていただきたいですね。そうだね、たくぱんね。まあまあ、うん、参考になればと思います、うんうん、じゃあ次いきますね。ラジオネーム双葉さんからいただきました。マイクラの一番好きなキャラはありますかということで。キャラ、キャラ、キャラ、僕たちねマイクラやってますから。せやな、やってるけど、ね、待ってパッと思い浮かぶの待って何やったっけってなったわ一瞬。マイクラね。あー俺はねあるで。お、今マジでパッと浮かんだんがもうあれやったから、ね雪だるま、雪いるやん。あ、俺あいつの顔結構好きなの。ああのかぼちゃ外せるやつ、かぼちゃのスノーゴーレムか。そうそう、 あの顔が好きやから。あれね可愛いよね。なんかイメージとしては、うん、あいつが浮かんできたし多分好きやと思う。ギャップがねある。そう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 、仮面とか被りも外したら、うん、つぶらな瞳があってあれが好きです。可愛いね、確かに。俺スノーゴーレムも可愛いな、うん、僕がでもコムさんの聞く前に思ってたのはウーパールーパー。おーお前なそれキャラしてるもんなお前な。ウーパールーパーキャラだったの僕って。お前ピン、いやだってさお前撮影前とかめちゃめちゃあれやん、ウーパールーパー出しまくってさ。そうよくね連れ添ってました撮影前とか。あれ好きやったから出してた。そうめっちゃくちゃ可愛いの。殺してたやん普通に。買いたい。あ、違う、それ俺らか。そうだよ、僕が出したのみんながね。ちゃうわ、燃やしてたからねみんなが。燃やしてたわそうね、好きなキャラはそこら辺かな。でもやっぱ可愛いキャラだよね。うん、可愛いキャラいいわな、うん、ね。ってことで双葉さんの最近始めたこと、マイクラを始めたらしいですよ。今までミルセンだったのですがやってみたいと思い思い切って買ってしまいました。マイクラの知識は全然ないですが楽しもうと思います。ってことで、おソロじゃん。いいですね、僕たちとおソロだ。いやほんまに言うてその最近始めたって言いましたね、うん、僕たちもねやってるんですけどマジ初心者みたいなもんでね。そう、そうなかなかやっぱいや、ま、覚えられないです、ね、やっぱりこのメメントリの中でやっぱり一番下手なのは僕なんですけど、やっぱりねみんなねうまいのよマイクラ。いつもね奪えるとこないかなって見てるんだけどなかなかなくて。最低限動けたら大丈夫でしょ、うん、マイクラはな。いやでもマイクラの知識ね僕も全然ないけど、うん、この間ねメンバーの動き見て思ったのはなんか走っててさブロック置きながらさ走るやつあるじゃん、ちょっと速くなるみたいな。 あるね。あれ初めて知った。
この間ブロック置きながらやったら速くなるんだ。速くなるやしんひのちゃん。あれなんなの速くなると思ってた。あれ置いてるんはその邪魔プレイヤーがその次追いかけてくるやん。はい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 。その時に足止め食ろうて遅なるんよジャンプ。そういうことね。そうそう逃げ切るためのなるほど。じゃあ PVP に役立つ、うん、そうそうそう知識だったんだ。勉強になる。でもミルセンだったのにさ、うん、ミルセンだったからこそ実際に自分ができるってなんか最高だよね。いや多分ねめちゃめちゃ楽しいと思うよ、ね、好きなやつだったら余計に、うん、ね、いつかできたらいいね一緒に。マイクラそうね実況頑張って、うんね、できればいいんじゃないですか。参加型とかね文字であったら あ全然あるんじゃない、ね、そのためにもなんか買っといてもね、うんうん、いいかもしれないです、ね、もし機会があれば一緒にやりましょう。おかずさん、はい、メンバーの頭がいい順教えてくださいという。おこれね気になると思います。頭がいい順ね。これ僕が思う順番まず発表したいと思います、はいはいはい、いやこれ1位結構迷うところではある、うん、そう、うん、まあ無難でいくとまあその候補地、うん、候補が、はいはい、ハルティと歌おは上に。なるほど。でタクパンはそこ出てくるけどユーマくんとタクパンが多分同じラインぐらいで悩むところ で、ねうん、でソーザルさしたいね絶対。はい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 。そやろ。でまあ俺はその上とかやからまあ下から決めていくわ。7がソーザルス、6が俺で次がわここむずい。あうーん頭がいいやからどういう頭のいいスタイル。そうねいろいろあるもんね。いろいろあるそう、うん、これはまあ一応俺の基準はなんか学力的なそのテストを行うみたいな順番でやってます。次行くと、ね、あ難しいなこれあーうーん案外、うん、あでも国級ちゃんかな。国級ちゃんタクパンゆうまくん歌くんハルティ。あーハルさんが一番トップうんかな多分、まあね、引っ張ってくれてるしいろんな頭の良さを、ね、リーダーやからっていう持ってるかもしれない。やっぱ頭がないとやっぱりリーダーと伝まらんのかなって。頭脳だもんね。うん俺はそんな順番。キューちゃんとかなんか順番ないなんかざっくり、まあ、やっぱり学力的な話でいくと、うん、まあ下からいくとソーちゃん、コムさん、ユーマくん。あーユーマくんはいはい。その後タクパンかなねその後、うたくん。ね、はるさん。はい。で、僕かな。やっぱり。はい、ということで、じゃあ次いただき。あー、飛ばされたー飛ばされたよーまあ、頭がいい順番は、キューちゃんがじゃあ1番ということで。そうだね。これからじゃあ、まあまあ。分かりきってたことだと思うんだけど。じゃあ、これからのめんどくさいことで申し続けます。やばいやばいやばい。頭がいいですからね。はい、確かに。でこれ最近始めたこと、うん、この人は勉強ということで、ね、頭の Q、 いい Q さんじゃあまあ早速、うん教えて、ね、もらいたい。勉強のコツ。あーなるほど勉強のコツね、うん、余裕だよそんなんもう一日で覚える。前日にテストの前日に丸暗記ですよ教科書。丸暗記できたら普通に賢いけどめちゃめちゃ賢いよな。まあ僕ができるかは別としてだけど別としてね、うん、まあやっぱ暗記だね。暗記は取りたい、はい、教科。まあ割かし参考になるんじゃないでも暗記、まあ、結局暗記やね、うん、多分優先順位はつけるべきだと思う。やりたい教科とか。あでもちなみにやねんけど、うん、多分ガチなポイントはそうちゃんと俺に関しては多分ガチやから。ほうほうさあいやだってキューちゃんがあれやで言うぐらいやからガチやで。頭のいい順番なるほどね。そう、うんうん、でも頭がね悪いとしても考え方次第でやっぱ、はい、いけるんで。やっぱり頭のいい人には思いつかないことを思いつくっていう点では頭いいかもしれないから。そうある意味頭いいって言われるそうそうそうある意味ねある意味頭いいって言われる。そうそうそう。いや勉強頑張んないとな。一緒に頑張りたいね。頑張ってもらいたいですね。うん、いきます。はい、ラジオネームダイヤさんからいただきました。はい、マイクラで一番好きなバイオームは何ですか。ちなみに僕は白樺の森です。一番安心するっていうことで。あそうなんや。バイオームね。いやでごめんバイオーム何やったおっとおっとおっと
なんか学力出てるって確かに草原とかアカシアとか砂漠とかいろいろ。あー砂漠とかも含まれるのか、うん、僕これ何がいいやろ、はい、バイオームに入るのか分かんないけどオーシャンビューみたいなところない？あーあったね、あるあるある、綺麗な海のとこある、あこんで透明度ある、そう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 、あれが好き、いいね、わかるわわかる、うん、わかるわかるわかるだよね、一番それはわかる、俺もじゃあそこ、うんね、めっちゃ綺麗だし、マジでそこかもしれへん、冗談抜きで、なんかしかも合わせてとかじゃなくて何も喋ってないでマイクラの音だけ聞いてたらさ、うん、水の音とかもするじゃん、あー聞こえるな、意外とそれが心地いいかも、そう心地よくて好きかな、一番揃ったね、いやわなんでよ嬉しいのにいやいつもやったらないつもやったら絶対あ違う違うってなるけど、ね、今回に関してはな、うん、珍しい、同じやわ珍しくってことでダイヤさんが最近始めたことはマイクラのコマンドに挑戦し始めましたということで、コマンドキューちゃんはもうコマンド詳しいんじゃないの勉強してたし勉強してたしあれ、うん、勉強してたけど断念した組かなまあでも心折れた Q さんに、うん、じゃあまああれじゃないですかそのどういうなんかこうした方がいいよみたいなコツとかないんですか、やっぱりやってたっていう、僕がねコマンドを断念した理由が理想高く しすぎちゃって、なんか、ね、上を見すぎて難しいコマンドをねやってみようって最初になっちゃったから、はい、簡単なコマンドをすっ飛ばして難しい方にやっちゃったのさ、だから、はい、結構心折れたってところはあるから、もしやるんだったらやっぱ簡単なのが一番最初はいいのかなって、なあ、うん、そうやな、うん、コマンド難しいからな、でもコマンドできたらめちゃくちゃ便利、天気も変えられるし、うんうん、まあ、そういうコマンドとかもいろいろあるし、そう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 、なんかブロックとかもありますからね、うん、まあ、俺もちょっとだけ、うんうん、キューチャーリアか多分できる、いやそんなことない、そんなことない、いやいやいやキューチャーリアかできますでもね意外とコマンドできたらさ、うん、僕たちがよく PVP でやってるさ壁とか作れるじゃん、狭まってくる壁とか、ね、それ意外と友達とかとやってみたらね、はい、盛り上がったりするかもしれないから、まあそうやな、ぜひちょっと頑張って覚えてもらいたい、ね、応援して便利になるしね、うん、頑張ってください、はい、で次ラストぐらいでいいかな、ラジオネームみゆさんからいただいた、はい、お便りなんですけど、セカンドライブでやりたいことはということで、いやこれやりたいこと、ね、筋トレ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 、ここでもここでも筋トレ、大好きじゃん筋トレ、ね、筋トレします、でも意外と、まあ、僕のね、うんうんうん、僕のはもういいんですよやっぱね僕らはいいんですよ、ヒューちゃんですよやっぱ、僕かセカンドライブね、やっぱり、うん、何やりたい、うん、歌が好きだから、うんうん、みんなの前で楽しく歌えれば満足かな、まあ、うん、やっぱ気持ちよさそうに歌ってるもんね歌うとね楽しいから、うん、何もあれも聞いたね、うん、あの最近の歌のやつも聞いた最近の歌のやつ案外俺ななんか、うん、メメントリーとかのさやつあるやんチャンネル、はいはいはい、なんかキューちゃんのやつ聞いちゃうねんな、マジマジマジ、え、照れちゃうんだけど、照れちゃう、そんなこと言われたまあ初めて言ったからな、ありがたいけどね、実はね、うん、でもなんか、うん、聞きちゃいますね、僕結構自分のは聞かないんだけど、うん、みんなで歌ったブレーシングとかはめちゃくちゃ聞くかも、あーそうなんや、うん、やっぱ自分にとってもみんなで歌えた嬉しさとか、うんうん、いろいろね思うところがあるから、うん、めちゃくちゃ聴いちゃうな、あれめちゃくちゃ好きなの、そっか、まあ俺とかも歌わんから全然、うん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 、まあそっか、みんなで歌えるのはいいよな、う、ね、まあ、楽しかったしな、キイ、うんうん、ちゃん歌っていうことか、そうね、でこの人の最近始めたこと、ストレッチ、はい、おーとかストレッチ、うん、ストレッチ、いやいいやんストレッチ、この人高校生みたいな言ってくる、うん、若いですよ、若い、若いです、若い全然ピチ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 、ね、まだ若いけど、でも僕もメンバーの皆さんなんか年を感じたエピソードとあれば聞きたいっていう、うん、あれも追加されてます、年を感じた、やっぱり、はい、体が動かなくなってきた、いや俺それはないねん、まだ高校生ですけど僕たちも僕たちも高校生だけど、やっぱり中3とかテニス中学校の時やってたんだけど、はい、その時と比べたら今ね運動してなくて、そこかな、年を感じたところ、
俺めっちゃあるわ。めっちゃある？めっちゃある。その運動とかじゃないねんけど、うん、笑いの感覚と、なんか高校生とか見たりしたら、うん、あ、若いなってなる。マジでマジでなる。リアルだな。リアルだな。そのね、笑いとかね、そういうのは結構ね、分かれるかも。好みにも呼ぶかもしれないけど、うん、あとなんか年々俺なんか声低くなっていくわ。確かにそれ年感じるかも。年感じてるわ。うん、ね、男性とか女性も変わるのかもしれないけど、声変わりとかね。うん、そう、いや声変わりは俺もともと多分この声やったと思うねんけど、なんか多分これも年やなって感じると思うのが、もう多分叫ばれへんかもしれへん。あーあー、なるほどね。うん、うわ、うわ、僕もどうなんだろう、ね、そう、ちょっとね、気になるところではある。気になるけど、ちゃんに関しては。そうかそうか。うん、そんな感じかな。そやな。うん、まあライブお便り、はい、皆さんの、いくつか抜粋して、そう、たまりハイトでこれ募集したんかな、うん、これを皆さん書いていただきありがとうございます。ありがとうございます。では久しぶりに会って、これはちゃんとできてるかって心配やけど、ね、心配だけど、でも皆さんがね、うん、お便り送ってくれたおかげで楽しくできました。ですやな、うん、今回はじゃあ、まあ、ダブル K ということで、はい、うん、そうね、一緒に仲良くやらせていただきまし た。案外初めてだね。ね、初めてだ。うん、全然よかった。楽しみました、うん、またね、2回3回と続いていくので、お時間ある方は投稿されたら聞いてみてください。はい、します。お願いします。それではってことで、ね、うん、終わりたいと思います。バイバーイ。バイバーイ。ありがとう。ありがとう。